タカタン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 、タカタン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 、タカタン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 。キューピー3分ナボタンクッキングです。本日は、バジルの、手摘みバジル&チン玉ねぎですね。ね、今が旬です。チン玉ねぎです。はい。チン玉ねぎです。チン玉ねぎとも言いますね。発音がいいもんですから。この緑のはね、うん。これよりもね、こっちの方がね、鮮やかなのね、実はね。2倍、その、バジルソースを、使ってるもんですから、ほら。こう緑がね、眩しいでしょ。体にいいなっていう感じするんだけど、味はね、バジル好きな人は答えられない。バジル嫌いにはちょっと厳しい味かもしれない。なんていうかな。これ本当はね、バジルソースっていうのは、松の実と、チーズと、それからバジルソースを混ぜるんだけど、これはね、なんかアーモンドらしいんだ。多分、コストの関係だね。うん。本当は、松の実でやるのね。松の実をすりつぶして、バジルを、みじん切りしたところに、オリーブオイルでソースを作る。それを絡めるだけ。この、チン玉ねぎは、この、チン玉ねぎの方は、今が旬ですから、パスタを茹でる際に一緒に茹でました。甘くて、生でも本当はガリガリいけます。でも、せっかくパスタを茹でてるので、まあ、ついでにぶっこんでしまえ、ということで、チン玉ねぎのバジルソース和え、あらパスタと、あらパスタということです。はい。ん？なんか暗いな。まあ、そういうことです。以上です。